ペレーションだったりとか、はい、コンセプトだったりとか、はい、こう人材のこの教育だったりとか、はいはい、そういうのも一つ一つやっていかないといけないっていうので大変だったんじゃないですか。そうですね、うん、やっぱりその物件のその、うん、設計も違えば、うん、物件のコンセプトも違って、はい、でそこから繰り広げられるその業態から結びつくオペレーションも違うし、うん、当然そこに作らなきゃいけないシステムも違うし、うん、そういうことがいかに大切なのかっていうことが分かってなかったんですよね、はい、ただその運営っていうものを少しずつ分かっていったときにすごくこの世界が面白く感じたのと同時に、はい、ゼットンが作ってるものに対しての可能性というものをすごく感じたんです。でそれはその自分 の, その後輩、まあ、部下だったりとかその後輩の人たちがやっぱりどんどんその育っていってその来ているっていうことも含めてなんですけど、はい、僕やっぱりその自分でその事業を起こすっていうことに対してすごく貪欲だったと思いますし、やっぱりどこかのタイミングでスピンアウトして自分でその事業を起こそうっていうことをずっと考えてたんですけど、はい、その反面一方で自分のその仕事へのゼットンでのその仕事への本気度が増せば増すほどやはりその自分のそのチームがどん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 出来上がっていって、はい、大事なその後輩が何人も何人もその頭角を現してくるわけですよ、はい、でそうなった時にちょっと待てよと、自分は自分の力をつけて起業するために日々頑張ろうってそのなんていうか覚醒した自分がいて仕事がすごく楽しいと思ってやってるんだけど、なんか自分でその起業するっていうことに対して全然イメージがつかなくなってたんですよ、はい、である時稲本が僕にある一言を言ったんですよ。はい、どんな。いや、お前さ、なんかその独立するとか、なんか店持つとか、なんかそんなちっぽけな話じゃなくて、なんか俺からゼットンを乗っ取ってやるっていうぐらいなことを俺は言ってほしかったなって僕に言ったんですよ。僕その時にドキッとしたんですよね。僕はこれだと思ったんですよ。で僕はもう二度とゼットンを辞めるなんていうことを言わないし思わないし、うん、そんなことを感じる間があるんだったらゼットンを大きくして今頭角を現してきたこいつらにどん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 チャンスを与えて自分もどん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 登って、うん、ものすごく強いをゼットンを作ってやろう、うん、それが僕の使命だし、この稲本とそんな、あ、こんなやり方があったんだって、うん、この業界で出世するためにはこんなやり方があったんだっていうことを、うん、もうなんか風開けてやろうって思って、はい、稲本がものづくりの人であれば、うん、僕は物をその動かすというか仕組みを作ったり、そうです、オペレーションしていく、うん、プロになろう、でそこに対してもう役割分担というものを徹底して行えばゼットンは絶対に伸びると思ったんですよね。でもこれまでやってこられた中でそのビジネスとして何かこうここはちょっと大変だったなっていうふうに振り返って思われるようなそういうことはありますか。2000年の6月に出した、はい、お店が初めての大失敗だったんですよ。あ、そうなんですか。でそれまではもう本当に順調にもうヒットメーカー、名古屋の飲食業界のヒットメーカーみたいな形で、いやもう本当にこう名古屋でも、 もう誰もが注目する、はいはい、もう飛ぶ鳥を落とす勢いで伸びていらっしゃる会社。そうなんです、はい、そんな、ね、ずっと起業から5年があったんですけど、うん、そのお店をもうオープンして半年後ぐらいで閉じようっていうことになった時に、まあ、当時の店長と稲本とその集まって社長室で話をしたんですね。でもその時にきっと稲本はもうこの店失敗だったからやめようって多分
言いたかったと思うんですよ、はい、でもそれをその少しずつその企業への第一歩を踏み出すぐらいの大きさになってきてたタイミングだったので、はい、稲本がそれを言うんではなくて、そこに携わっている人たちが議論を組み交わして、その結論を稲本にその提言するというか、なんかそんなことがやっぱり必要だったタイミングなんじゃないかなって思うんですけど、はい、お店を一軒そのなくすって怖くて言えなかったんですよね、はい、でもその時稲本がダメだと思ってるものをなんでダメだと言えないんだと、で僕その時に言えるわけねえじゃねえかって正直思ったんですが、でもこれ言えないと自分がやりたいことこれからできないなと思ったんですよね。でこれだと、だからこれがないと僕がこの後自分が本気でやろうと思ってたことを稲本といきなり対等にはなれないかもしれないけれども、対等になるための第一歩を踏み出せないって、だからあれはすごく1個目のゼットンの経営危機、そこに対しての自分の関わり方で、そこに対してのとある一日その会議っていうのは自分にとってのやっぱすごく大きなそのなんていうか、うん、会議でしたし、すごくやっぱり大きな一日だったかなって、うん、思いますね。